街の中で女神って言えば場所は決まってくるわよね。そういうことになるな。すぐに行って調べてみるとしようぜ。うん、そうしましょう。はい、各町にある女神に関する場所、そこに行きましょう。はい、今度は礼拝堂の2階ですね。で、女神の言葉、つまり聖典のうちに答えがあると。父親教会の聖典よね。女神の言葉ってもしかしてこれのこと？聖典は女神のもたらした良き知らせの書とされている。おそらく間違いないと思うよ。オリビエの豆知識。あ、そういえば日曜学校でそんなことを聞いた気もするけど。まあいいわ、とりあえず調べてみるわね。エステラは忘れていた。はい、中に勲章がありましたと。宝剣付き創薬場大首相というなんか体操の名前の勲章が出てきた。見つけたわ。それにしてもごっつい勲章ね。あ、重厚長代がエリボニアの国風だからね。質素可憐を旨とする王国民にはさぞ重苦しく見えるだろうが。ふうん、なるほど、国民性の違いってやつね。まあでも考えてみればこれくらいの迫力は必要かも。だってこれをつけるのはあのダビリ大使なんだもんね。あ、言えてるぜ。あのおっさんの顔も負けず劣らずごついからな。本人のいないところで言いたい放題。ふむ、今余計にそうかもしれないね。勲章が盗まれたことで相当イライラしているようだ。あっと、そういえばそうね。それじゃすぐに届けてあげるとしますか。はい、これで無事に取り戻せたと。それは本当かね。本当に勲章が見つかったのか。うん、本当に本当。ま、ロンより証拠よ。勲章をお返ししときますね。はい、渡したと。おお、これはまさしく私の。よくぞ無事に。じーん、寒涙にむせびなくなびる大使。まあ、むせびないではいないけど、感動している。感激に水をさせようで申し訳ないんですけど、探し物はそのなんとか勲章で間違いありませんか？なんとか勲章ではなく、冒険付き創薬場大勲章だ。栄誉ある賜り物に対し、そんな呼び方は無礼であるぞ。そんな長いの覚えられないってば。何か言ったかね？うん、別に。とにかくその勲章で間違いないんですね。うむ、そういないぞ。うむ、これでどうにか最悪の事態は逃れたな。あとは事件の元凶たる不届き者を処罰すればこの一件は落着なのだが、時に犯人の目星はついているのだろうね。目星はバッチリですけど、残念ながら足取りの方はさっぱりで。なんだと？逮捕の見込みはないのか？すぐには無理だろう。犯人と目される人物は割と名の売れた盗賊だって話だからな。怪盗 B って名前をどこかで聞いたことはないか？怪盗 B だと？ダビル大使も聞いたことがある。あやつ、リベールに出没しておるのか。あ、やっぱりご存知？うむ。一時期は帝国の諸都市を荒らし回っておったのだ。あやつは我が帝国軍ですら捕まえられなかった男。今回は勲章が戻っただけで良しとしなければならんか。ダビル大使に諦めさせるくらいの手腕。ええ、残念ですけど。バークレー書記官。は、あれは用意してあるかね。は、こちらに。何かを用意していた。うむ。逮捕まで至らなかったのは誠に遺憾ではあるが、あの怪盗 B が相手とあってはそれを責めることはできまい。諸君は見事に勲章を発見し、我が帝国の威信は保ってくれた。かかる多大な功績を鑑み、当エレボニア帝国大使館はここに鉄器功労賞を授与する。なんか勲章をくれちゃった。しかも装備アイテム。諸君おめでとう。おめでとうございます。人数以上の拍手が聞こえる。ちょっと恥ずかしいかも。なんだよこのノリは。ふ、慣れればこれも意外に悪くないものだよ。オリビアはこういう状況に慣れているのか。突然こんな栄誉を授けられ君が戸惑うのはよくわかる。何を隠そう、若かりし頃の私も初の受賞の時にはそうであった。だが縮こまることはない。今回の働きは十分賞賛に値するものだ。熟練者の名に恥じぬ活躍を今後とも期待しておるからな。あ、うん、ありがとう。はい、ということで今回もね、怪盗 B がいろいろ引っかき回していったわけですが、とりあえず解決と。私としては勲章を取り戻すだけで自分だと、逮捕は国際の問題ですということで。さて、じゃあ次はあれをやるか。さあ、ここはレストランアンテローゼの厨房です。アンテローゼといえばオリビエ君が50万ミラのワインをただ飲みしたことで有名なレストランですが、そこに、クエストをやる人がいるのですが、どの人だっけ。この人か。違う、この人ではなく、この人が、この人でした。はい、何かしら。うん、掲示板見てきたんだけど、あなたがグルナさんよね。そうだけど、あれ、あなたいつだったか食材を集めてくれた人じゃない？
お久しぶり。そこの人はファーストでも食材集めの依頼を出してきています。で、ファーストのクリアデートを持っているとこのように話してくれるわけですね。あ、なんだかご縁があるみたいね。早速だけど仕事の話をさせてもらってもいい？はい。まあ、この仕事自体はまた食材を集めるというだけの話なんですが、まあ、集める過程でオービットさん、あの奇妙な食材集めおじさんですね、その人との関わりがあるのでちょっとやっていこうかなというところです。で、お手すきの際にやってくださいということで、はい、とりあえずそう魔獣系の素材をたくさんくださいよという感じですね。で、全部ゴース地方で手に入るのかということですが、ホースの魔獣を倒していけば大体集められますよという感じですね。でも場所はバラバラで大変なんですが、うん、これはね、オービットさんがいることで少し楽になるというクエストですね。はい、ではつまみ食いするなという忠告も受けたところで、とにかく魔獣の素材を大量に集めてこなきゃなりません。これだってあれですからね、これか、うん、5-5-5-10-10-10なのでね結構大量にいる。まあただほとんど持っていたとは思いますが、現時点でちょっと足りないのもあるので、それは集めていこう後で。で、この段階で、ここにねオービットさんがいるんですが、話すとちょっとね融通してもらえたりする。おや、君は、あ、マノリアにいた商人さんじゃない。お久しぶりね。今はボスで仕事してるの？あ、営業に来ているのだ。アンテローズとの商談が今回の最終的な目標なんだが、まずは地道にマーケットに食材を売り込んでいく予定だ。アンテローズが目的なのにマーケットに売り込みに行くの？なんかよくわからない話ね。うむ、もちろん直接乗り込みたいところなのだが、あそこは誰かの紹介がいないと話も聞いてくれないらしいのだ。まあ、あれだけの有名店だし、当然といえば当然の話なのが、流通経路も紹介する。さすがアンテローゼ、敷居が高すぎるわよ。ところで、君たちもこの町で仕事中なのか？まあ、いろいろとね。あ、そうそう、仕事って言えば、そのアンテローゼから来てる依頼もあったよね。そう、今まさに受けた依頼。あ、珍しい食材を集めてこいって話だったな。そして珍しい食材と聞いてしまっては、オービットさん、なぬ食材の収集、それもあのアンテローゼからだと。これがなかなか厄介な仕事なのよ。集めなきゃいけない食材に結構変なやつがあってね。うーむ、それは興味深い。で、どんな食材が必要なんだ？ちょっと待って、今手帳を見てみるから。はい、食材リストを見せた。はっはっは、なんだその程度か。そんな食材だったらいつも持ち歩いているぞ。オービットさん余裕の表情。え、本当？お、それは好都合だね。諸君、ここは一つ力を借りようじゃないか。あ、私からもお願いする。これは絶好のチャンスだからな。食材はタダで提供するし、ぜひ紹介してくれたまえ。提供する代わりにアンテローゼとのね、骨を作ろうと。うん、それならお願いしちゃおうかな。うん、よろしく頼むぞ。はい、これでオービットさんからちょっともらえる。うん、品質も問題ないわ。じゃあ、ここにある食材は先に受け取らせてもらうわね。はい、魔獣の骨、角、牙は先にオービットさんがやってくれます。ふう、助かったわ。これで厄介な食材は全部片付いちゃったわけね。え、そういうことね。あなたたちには残りの食材をお願いするわ。うん、了解よ。それにしてもよくこんな珍しい食材の在庫があったわね。はっはっは、当然ですよ。何しろ当紹介は高級食材を専門に扱っておりますからな。そんじょそこらの食品店とは品揃えが違います。また何かご利用の際にはどうぞ当紹介にご連絡ください。しっかり売り込むことに成功したオービットさん。料理長に紹介したいけど今ちょっと忙しいのよ。申し訳ないけどこれ少しお待ちいただけない？いえいえ、何時間でもお待ちいたします。もん、ではまた後ほど。オービットさんも着々とサクセスストーリーを歩み始めている。最初は変なおじさんだったのに。さてと、残りの食材はもう簡単なものが多いわね。それじゃ皆さん、引き続き依頼の方をよろしく。はい、残っているのは、はい、魔獣の鶏肉とか卵とか目玉ですね。微妙に足らんかった気がするんだね、今ね。食材、そうですね、卵とか鶏肉が5個ずつくらいしかないので、まあ、これはね、道中、どうせ魔獣とね、やり合うので、そこで貯めていけばいいでしょう。では、手配魔獣とかも倒しつつ、進めていきましょうかね。さあ、1体目の手配魔獣のところに来ました。まあ、基本的にはね、普通に倒していくだけなんですが、まあ、この魔獣たちね、いつもとはちょっと違った行動
取る場合もあるので、そこをね注意してみておくと後々にね選択肢に役に立ちます。まあ、とはいえねここは普通に倒していくのみなのでやっていきましょう。あとあれですね、魔獣の情報を見れるようにしてあると、こうやって見た時に、後半ですね、何やら様子がおかしい、怯えているようだと言いますね。この怯えているという状態覚えておくといいですね。しかしレベルが高いぞ相手は大変だこりゃ。あ、今の行動ですね、ウェイドファングは低くなっていると、何も行動せずにただでなるだけ。他の地点の魔獣もこのように不可解な行動をとってきますね。酔いしれたかな。さあ魔獣は割と難なくね退治できました。何かにね怯えているとか言って全然行動しないね回数も多かったので、いつもより楽ちん。一体何に怯えているのか、その謎を解いていくという感じですね。さあ次は霧降り峡谷にいるこの人ですね。その場から絶対動かないマンですが、はい、数は結構いるけどこの人も結構ねビビり散らしているのでやってしまいましょう。あとオリビエがね、あの全体初の懐かしのタイタニックロアを打てるようになっているので、これで蹴散らしていきましょう。さあ様子がおかしいと言って自傷ダメージを与えていく人たち。この人たちは、うん、なぜか自分に攻撃したりしている。ああ凍っていたさあこちらの魔獣も難なく撃退。おやすみ子猫ちゃんたち。なぜか自傷行為を繰り返す魔獣でしたね。心を病んでいるのだろうか。で残りは、琥珀の塔なのでそちらに向かいましょう。あれですね、琥珀の塔に行く前に食材が集まっているので先に渡していきましょう。はい、食材を見せる。はい、確認していただければ揃っていると思います。はい、肉と目玉と卵を渡す。でまあこれで依頼は達成ですが、このあと、うん、オービットさんもねちょっといい感じになったはず。気にしないで、お役に立つなら何よりよ。お暇ができたらぜひうちに寄ってちょうだい。じゃあこれからもお仕事頑張ってね。はい、でまあここでは普通に達成するだけですが、確かこのあとこのオービットさんに話すとなんか魔獣食材が買えるようになっていたはず。まさかこうも簡単に商談を持てるとは。ブレイサー諸君本当にありがとう。一流レストランとの取引は私の長年の夢だったんだ。それがもうすぐ叶う。これも諸君のおかげだよ。最初はね変なキノコとか探していましたが。ありがとう。でもこうなったのはおじさんの努力の結果よ。私たちはほんの少しお手伝いをしただけよ。うむ、なんだかんだで君とはもう長い付き合いだな。ファーストの最初からですからね。いろいろと迷惑をかけたのによくここまで辛抱してくれたよ。これまでの感謝を込めて一つお礼をさせてくれ。オビットさんが首相なことを言っている。まさかまた変なキノコとか大量にくれちゃうつもり。ん、キノコが欲しいのか。意味深。それならここにたんまり在庫があるが。別に欲しくないわよ。とごめん、話の腰を折っちゃったわね。うむ、お礼の話だったな。お礼というのは他でもない、我がオービット商会の利用権だ。利用権。あ、知っての通り私は食材専門の商人だが、あくまでプロが相手の商売でね、一般のお客には販売はしないんだ。だが君には世話になったからな、特別に販売を許可しようと思うのさ。つまりおじさんの店で買い物ができるってこと。そういうことだ。何か欲しい食材があれば私に声をかけてくれたまえ。適正な代価さえいただければどんな食材でも用意するよ。ふむ、それはすごいな。本当にどんな食材でも用意できるのかい。あ、リベロ王国内で食されてるものであればな。遊撃士の諸君は自炊をする機会も多いだろう。どうか遠慮せず利用してくれたまえ。うん、機会があればそうさせてもらうわ。それじゃそろそろ。おすまない、長々と引き止めてしまったな。それではお待ちしているよ。はい、ということでオービットさんのところで買い物ができるようになります。ただこれはね確かあのファーストでオービットさんのクエストをクリアした上でさらにこれをねクリアしないと買えないみたいな感じだったと思いますね。でこういう普通はね魔獣を倒さないと手に入らないような食材まで全部手に入るようになるという感じですね。はい、まあ、料理をしたければここに寄ればいいという感じです。では、まあ、なんか買ってから琥珀の塔に行きますかね。さあこのタコだかイカみたいのがラストですね。こいつも奇妙な行動をしてくるのかというところですが、とりあえず攻撃力では上げといて、みんな行くわよ。そう、相手にねめちゃくちゃ攻められるならちょっと大変ですが、はい、両軍接種。ちょっとこれは痛い。クラフトポイント押さないで。はい、怪しい動きをして
しかも混乱していった。自分から混乱していくこの動き、完全に何かおかしくなっている。まだまだいけるわ。さあ最後相手は自爆してしまったが、これでひとまず依頼されていたものは終了。はあ、これでラストね。それにしてもなんだか様子が変じゃない。はい、これ選択肢、手強い、怯えている、興奮していると。まあ手強いことは手強いですが、それはいつものこと、違和感とは違う。で、怯えているか興奮しているかというところですが、まあね、明確に怯えている魔獣とかもいましたし、興奮して攻撃してくるというよりは怯えてね、意味不明な行動をとっている感じですね。どの魔獣も様子がおかしかったね。やたらと凶暴化していたり、パニックに陥っていたり、まあ、私もそんな気がしました。怖かった。どうしたの。いや、ひょっとしたら何かの前触れかもしれねえ。前触れ？それって消したの？それは分からねえが、前にも似たようなことがあった。いつになく魔獣どもが騒がしい日が続いてな。そのすぐ後に、アガットは似たような事件を知っている。はてなはてな。アガットさん？ま、今はその話はいいだろう。とにかく動物ってのは人よりもある種の勘には優れている。何が起こっても対処できるよう気を引き締める必要がありそうだ。うん、わかった。それじゃあ一旦ギルドに戻ろっか。ああ、そうするか。はい、謎のね、魔獣の行動。何かの前触れではないかという、アガットの言葉ですが、今はちょっと戻るしかない。戻りましょう。君邪魔だよ。さあ、ルグランジーさん、退治して帰ってまいりましたわよ。ただいま、ルグランジーさん。手合魔獣は全部片付けたぞ。おう、ご苦労じゃったな。どれ、では先に今回の報酬を渡しておくか。まずは報酬をいただける。ちなみにちゃっかり C になっております。うむ、かなり凶暴だったらしいが問題なく退治できたようだな。うん、それなんだけど、ちょっと気になることがあってね。気になることじゃと？ああ、実はな。さあ、魔獣がね、妙な行動をめちゃくちゃとっていましたが、その話をしているさなか、街中の様子、モブの老人が映る。そしてメイベル市長が話しかけてきた。お、市長じゃないかね。教会に礼拝に行くのかね。いえ、マーケットの視察に行くつもりですの。礼拝はその後するつもりですわ。お嬢様、先日もそんなことをおっしゃいながら結局お行きになりませんでしたが、最初の時も礼拝はすっぽかしていた。もう理だったらつまらないことを覚えているわね。今日は絶対に寄りますわよ。ほっほ、仕事も結構じゃが、日々の生活も大切にすることじゃ。あんたみたいに責任のある立場にいる人間ならば特にな。ええ、肝に銘じておきます。それでは私たちはこれで失礼いたしますわ。失礼します。さあ、いつもの日常、平和な感じのやりとりでしたが、この八幡老人はお父上が亡くなった後、すぐに市長に立候補した時はどうなるかと思ったが、今ではすっかり一人前の市長の顔になったの。ふむ、もう少し肩の力を抜いた方がいいとは思うが。さあ、老人もね、メイベル市長の成長を温かく見守っているが、何かを発見。カメラさんもめちゃくちゃ引いていく。老人が遠くの方に何かを発見した。ふむ、魔獣が怯えていたり、やたらと暴れておったか。なんとも気になる話だの。うん、なんだか不気味よね。そういえば、アガット、前にもボース地方で同じようなことがあったとか言ってたよね。む、そうなのか。ルグランじいさんが来る前ということですね、これは。ああ、まあな。じいさんがボスに来る前の話さ。あれ、ルグランじいさんって前からここにいるんじゃないの？わしがこの町に来たのは100日戦役が終わった後じゃよ。戦後に来ている。かつてリベールの遊撃士協会はグランセルにしかなくてな。各地方に支部が作られたのは戦争が終わってからなんじゃ。意外とね、リベール国内に広まったのも戦後の話。ちなみにわしは10年前まではオート支部の受付をしていたんじゃよ。へえ、そうだったんだ。その100日戦役の直前だ。魔獣の様子がやたらとおかしかったっていうのはな。え？なんじゃと？戦争が起こることを感じていたのか。しかし、外で何か地響き。外だ、確かめるぞ。一体何の音やら。さあ、ダッシュで出てきて、あ、視線の先には、どうもこんにちは、でかいドラゴンです。なんとドラゴンさんがボスマーケットの場面に着陸していらっしゃる。
中にはメイベル市長とかもいるはずだが、果たして無事か。なんなの、ハオはなんて大きさ。こいつは竜か。はい、古代竜です。昔からリベールのどこかに生息していると伝えられていましたが、リベールの伝承で伝わっている。いやはやたまげたね。まさかこいつも結社の仕業か。まあ否定はすまい、青年の声。さあこれ出てくるのは金髪青年ロランス少尉ことレーベ。てめえは特務部隊隊長ロランスベルガー少尉。それはただの偽名だ。さあここで改めて自己紹介。出向者ナンバー2、検定レオンハルト。以後そう呼ぶといいだろう。さあ来ましたよ、最強の男がね。検定レオンハルト。なるほど、レオンハルトか、獅子の加冠。するとレーベというのは君の愛称だったわけだね。そういうことですね。あんですって、あなたがレーベ。さすが不本意だが、仲間内ではそう呼ぶものは多いな。レーベ君は不本意。まお前たちも好きなように呼ぶがいい。でも呼んでも構わないよと言ってるので、レーベと呼びましょう。舐めやがって。しかしまあ後ろで竜が暴れているが、炎も吐けるタイプの竜。あ、町を焼くつもり。やれやれ、手間をかけさせてくれる。さあこれ竜に乗る竜騎兵みたいなことになっているが、待てやこら。今回の実験は少しばかり変則的だな。正直お前たちの手によれる事件ではない。王国軍にでも任せておとなしくしておくのだな。と言って竜の手に乗り、余裕の表情で去っていく検定レオンハルトことレーベ。クソが、アハット君相当悔しそう。ただ町のねマーケットを粉砕されて行ってしまった。どうしよう、このままだと逃がしちゃう。俺はこれからあのデカブツを追跡する。お前らは軍が来るまで被害状況の確認をしてろや。え、アガット、後でまた連絡する。アガットがここで先行してしまった。アガットさん、ちょっと君たちいいところにいてくれた。さあマーケットの中から人、頼む手を貸してくれ。瓦礫の下敷きになった人や逃げ遅れた人がいるんだ。何、アンですって。それを聞いてはちょっと、まずはこっちをね優先するしかない。そして瓦礫の下には、そして、ね、マーケットの中にはメイベル市長も入っていった。アンピアどうかリラさんもいるはず。あ、これはそうだったっけ。ひどい。はい、救助を手伝う。でもとにかくね、むやみにやってもしょうがないね。まずは役割分担を決めましょう。まずは役割分担を決めなくちゃ。じゃあね、クローゼットディータと一緒に逃げ遅れてる人たちを誘導して。ええ、分かったわ。姫様、ティータちゃん、西口の方に向かうわよ。はい、わかりました。さあエステル、しっかり仕切れている。でこちらの男性チーム、ジンさん、オリビエ、私たちは瓦礫の撤去を手伝いましょう。おう、ふ、了解だ。さあ瓦礫の下にちょっとこの青髪の、お願い返事をしてちょうだい。リラさんが、く、ダメだ、僕たちだけの力じゃ。さあそこに力自慢のジンさんが来ましたよ。メイベル市長、君たちは、エステルさん、手伝いに来たわ。誰か下にいるのね。リラが私をかばってこの瓦礫の下に。このくらいだったら一人で持ち上げられるだろう。ジンさんのこのセリフ頼りになるぜ。ちょいとそこから離れてくれ。頼みます。ジンさんがいて本当によかった。さあリラさん、生きていてくれ。リラ、お嬢様、お、生きてるぞ。さあリアさんはなんとか生きていた。オリビエ、リアさんを運ぶのを手伝って。ふっ、任せておきたまえ。さあジンさんが挙げてる間に、とはいえ結構怪我人も出てしまった感じになった。ただ竜がね一匹降りてきただけで。とりあえずみんなご苦労じゃったの。ハーケンモンの王国軍部隊がすぐに駆けつけるそうじゃ。ボスマーケットの管理はそちらに任せるといいじゃろう。うん、でもまさかあんな化け物を持ち出してくるなんて。しかもあのロランス少尉が、執行者ナンバー2、検定レオンハルト、通称レーベか。ふっ、とうとう正体が明らかになったということだね。グランセル城で会った時はこのような非道なことをする人には思えませんでしたが、そう、なんかね筋は通すような感じにも見えたが、
ふむ。あのルグランおじいさん、アガットさんからまだ連絡はありませんか？そう、アガットは一人で走って行ってしまった。あの鉄砲玉め、一体何をしてるのじゃ。とここで連絡、ひょっとして。こちら遊撃士協会防止部。おう、あんたか。一体どうしたんじゃ。なんじゃと。どうしたのかな。ただごとじゃない雰囲気ね。うむ、了解した。すぐに他の連中を送ろう。うむ、気をしっかりな。さあ、どっからが連絡が。ラベンヌ村のライゼン村長からの連絡じゃ。先ほどあの竜がラベンヌ村を襲ったらしい。ラベンヌ村はアガットの故郷ですね。竜は果樹園を焼き払ってからすぐに飛び去ったらしい。その直後、アガットが現れて消火活動を手伝ったそうじゃが。わかった、私たちも行ってみるわ。 お姉ちゃん、私も連れて行って。え、空飛ぶ竜が相手だったら動力砲が役に立つと思うし。それに、うん、わかった。でも無茶をしたらダメだからね。はいはい。ここからはティーターが固定パーティーになりますね。で、あとは連れていくわけですが、ちょっとジンさんはレベルが低くなってしまったので、まあでもあれか、レベル上げも兼ねてジンさん行ってきますか。と、あとはやはりアーツは正義なので、オリビエ君よろしく。さあ、これでアガットを追ってラベンヌ村に行くことになりましたね。そして伝説の竜を持ち出してきた検定レーベの思惑やいかにというところですが、今回は一旦ここで区切りたいと思います。次回は襲われたというラベンヌ村に向かいましょう。では、ご視聴ありがとうございました。